て奇遇。なになに、散歩？おお、そういうのも消耗品なんだね。アイさんはお姉ちゃんのお見舞い。この先に美味しいゼリー屋さんがあってね、それをお土産にしよっかなと思って。もちろんお姉ちゃん喜ぶよ。じゃあまずはゼリー屋さんに行こう。嬉しいスペシャルゲストね。ううん、あなたが愛ちゃんに音楽の楽しさを教えてくれたって聞いてるわよ。うんうん、この子あなたのことなら何でも自慢するんだから。ちょっとお姉ちゃん本当のことでしょ愛ちゃん。そんなことないでしょ。いや、あるのかな。もうそれはいいから。うん、大丈夫よ。今回の検査入院も悪くなかったもの。それに今日は愛ちゃんもあなたも来てくれたし、すごく元気。今日ね、愛ちゃんが来るってみんなにも話したの。そしたらすごく楽しみにしてて。いつもみたいにみんなとお話ししてくれる？え？みんなと喋っていいの？やったー！話したいこといっぱいあるんだよ。はんぺんの大冒険のことは絶対話さなきゃ。みんなびっくりするだろうな。見たなんてもんじゃないのよ。見まくったの。いつも？だって愛ちゃんのライブを見ると元気になれるんですもの。それって嬉しすぎるよ。ねえ、もしもさ、看護師さんがいいって言ったら、今からここでライブしていいかな？やったー！ライブみたいな音源じゃないけど、愛さん全力で歌うからライブさせて！もちろんよ。私、看護師さんに許可をもらいに行くのを付き合うわ。うん！やっぱり目の前で見れるのは最高だわ。愛さんもお姉ちゃんに声援もらえて最高だった。